ヨハネによる福音。その時イエスは人々に言われた。私が命のパンである。私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者は決して乾くことがない。しかし前にも言ったように、あなた方は私を見ているのに信じない。父が私にお与えになる人は皆私のところに来る。私のもとに来る人を私は決して追い出さない。私が天から下ってきたのは自分の意思を行うためではなく、私をお使わしになった方の御心を行うためである。私をお使わしになった方の御心とは、私に与えてくださった人を一人も失わないで終わりの日に復活させることである。私の父の御心は、こう見て信じる者が皆永遠の命を得ることであり、私がその人を終わりの日に復活させることだからである。今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。